疲れてないですか？大丈夫ですか？大丈夫です。これ今どこ意識してるんですか？これね、全体的に股関節曲げて、膝曲げてを、あの僕のこの動きについてくるように筋肉一緒にちょっと動かす感じですね。足普通の引き上げ、運動イメージが多分残ってると思うんで、足上げるっていうイメージは、はい、なんですけど、中心的には股関節曲げる方をちょっと意識を上げて、はい、分かりました。運動したことがある動作の方が神経には働きかけやすいので、覚えてるかな。そうそうそうです。なので膝曲がった状態でひたすら股関節曲げるのも大切は大切なんですけどなかなかそれって運動イメージにね、はなかなかないものなんですよ、うん、単体で動かしやすいんですけど、またこっちの方が膝曲げてその股関節曲げるっていろんな動作で多分してきたと思うので、はい、自転車とか、あなのでそっちの方がイメージから入りやすい神経、うんうん、っていうのもあるので、でもいろんなその、まあ、全部ある程度動かせるからこれできるんですけど、はい、単体じゃないとこういろんな膝曲がれないとか股関節がそううまく安定しないとかって人は逆にこれだと混乱されちゃう方もいらっしゃる、うん、人によって全然違うので、うん、大きく休憩します、はい。筋力自体はあまり向上してはいないと思うんですけども、うんうん、可動範囲というか、うん、耐えれる範囲がちょっと増えたかなっていうのが自分の中であって、うん、横になった時に、うん、今までは膝がスコーンって抜けてたのが、うん、これができるようになった、うんうんうん、今までこうなってたんですよ、うん、だからここの働きがちょっと増えてきてくれたのかなって、うん、ここから上げるのはできないですけど、うんうん、ここで耐えれるほう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 。っていうのがちょっと進歩かなって。なるほど、なるほど。感覚はどうですか？感覚今のところ変わりはない。ああ、変わらない。ちょっと変わってるのかもしれないけども、自分では今のところ近くはしてないです。ちょっとまあ、感覚も取ってもらって。で、おしっこのその残尿とか。残尿感も今のところはあまり変わらないんですけども、便意と尿意の切り替えは以前よりもできるようになってきてて、おそらく。今まではその、おしっこしてる最中に便意が来たら、うん、キュッと止まったりするんですよ、うんうん、それがこの前出しながら、うん、おならができた、うんうんうん、以前だったら多分おならしたら止まってたんですけど、うんうん、それのなんだろう、うん、バランス調整ができるようになってきたのかなっていうところは言って、うんうん、本当にちょっと細かいところですけど、うんうん、左側のその肛門の感覚というかその辺肛門の今のところまだはっきりとしたものが、うんうんうん、わかんないですね。なるほど。ここいいんですけど、うん、さっきのここ。あ、そう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 。意識して。あ、入ってる入ってる。そうかそうか。ちょっと入ります。これそ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 れですそれです。これ外側ですか。それ外側です。こっちじゃないんだ。あ、でもここも外側なの。ここもこういう感じです。全部。あ、そうなんだ。うん、あ、さっきちょっと待って、さっきより強いぞ。あ、待って待って。膨れた。はい。そうそうそう、うん、そうそう、さっきよりちょっと待って、強いじゃん強いです、入ってきてる。はい、ここのあれなかったですね。なかったですね。そう、外側の底を意識して、プラスアルファできれば内側も一緒に意識したし、ここ全体で、はい、こっちもそうそう。で、意識が内側持っていくとあれだな、分かんなくなる。そう、分かんなくなる。だったら2つに分けていいです。なるほど。まずはこっち側だけで、そう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 、ゴムつけた状態でこの外側無意識練習する、うん、で終わってちょっと開いたら今度は内側。気持ち悪いですねそれ新しい線が1本できた。それから太くなる内側。そうそう、中と外と分けてもいいんです。お、すげえな、マジか今日来てここできましたよ。それなかったですね、うん、そこがゼロだったんですよ。で、電気で、だんだん入るようになってきて、1になったので。で、感覚自体は、その境目を探すような感じでいいと思います。いろんな触り方して。ここら辺は本当に大体筋膜張にかかってますよ。あ、でもそれもかかって、上に乗ってるんですよ。外の外側広筋の上に、大体筋膜張筋が乗ってるみたいなイメージでいいと思います。はい
ニューロテックメディカル、神経障害をテクノロジーで治療する